堀口選手のタイトルマッチ決まったんですけどちょっと堀口選手簡単なで堀口選手と、はい、デメトリオス・ジョンソンどういう試合になると思いますかそうですねやっぱりジョンソンは速いし安定してるんで、まあ、もちろん難しい試合にはなると思うんですけどただ、堀口選手はに人にはない動きとか武器があるのでそれをうまく使えればっていうところじゃないですかね。やっぱり そうですね14年、重要なのはやっぱりテイクダウンされないっていうのところですかね、はい、何発もテイクダウンされちゃうとやっぱり印象も悪いですし、そこをしっかり切って、自分の打撃を与えられればなっていう,ふう,いう展開になれば、堀口選手にチャンスが巡ってくると思うので、はいああ、先越されちゃったなっていうのは、やっぱ最初なんですけど、でもやっぱり、同じ日本人として、まず USC に一発、風穴を。 開けてほしいなっていうのが方がちょっと大きいですかね。はい、悔しさな3割頑張ってほしいの7割ぐらいですかね。はい。